こんばんは、藤島です。夜ね、また、出かけている途中なんですね。遅くなりましたけど、まあ、出かけて、ちょっと、なんていうのかな、市場調査といいますかね、連日お出かけで、まあ、今日ももう出かけて、うろうろしてます。ちょっと歩くんでね、放送をしたいと思います。まあ、マチカフェ TV は私のその選挙を中心とした活動は、一段落つけてですね、まあ、これから選挙関係、選挙に関係する仕事っていうのは、まあ未定、今までのまあ方針通り、高知白バイ事件を解決する、そして陸岸海援隊事件を解決する、そして、脱原発社会を実現する、まあ、いう方向性で、全て進んでいきますけどもね、私自身のこのマチカフェ TV、この、 毎日の活動ですね、これまではとにかく運動を前進させるということで、まあ、営利的な目的には全く使ってこなかったんですけども、まあ、5年やって、このマチカフェ TV の活動自体はですね、皆さんのおかげさまで寄付と、まあ、私の全く私自身が収入をそこで、得てこなかったので、まあ非常にうまくいったといいますか、何にも残らない状態でとにかく回転し続けてるんですけども、選挙に出てね、供託金がさまざま没収になりまして、2500万ぐらいの残債があるということで、まあ、これ選挙に出なければこの借金はなかったんですけども、ただまあ選挙に 出続けて、主張を真っ当な主張をし続けたということで、皆さんからご支援もいただいた関係にあるのでね、まあなんというのかな、多分これは5年間マチカフェ TV で活動した、まあ一つのその足跡、というようなところだと思います。で、借金はね、皆さんにお世話になった証だし、それはきちんと恩返しの意味でも返さなきゃいけない。まあ旅の赤を5年間ずっと走りっぱなしで、そのもうずっと続いたこの旅がね、一旦この前の高知県会議員選挙で、終わり、まあ、そしてまあ三井玉木さんとのね関係で、まあ人間義理を果たしてなんぼだから、彼から頼まれると嫌とは言えないしね、だから三井さんが藤島頼むって言うんで、はいはい分かりましたって言って行った、まあそれだけのことですから、はっきり言って大きなマイナス、金銭的にもマイナスでしたけど、もうそれはしゃあない、三井さんに頼まれて一肌脱いだんで、ちょっと集まってた寄付金とかをですね、看板作って高速道路で、往復してガソリン使って、まあ、途中の、ね、食事代なんかもいるんで、今回かなり大赤字だったんですけども、それはもう私の方が、供託金没収にならなければね、車のレンタル費とか、応援に来てもらった人 の運転手としてのその費用とか、公費の負担でね、税金から出るんだけど、まあ、それも出ないんで、三井さんは別の部分をかぶってるんで、支払えないということですから、もう私がかぶるしかないんで、もうそれはしゃあない。で、まあ、それはそれで、ここ最近 の寄付金をね、ちょっと使い果たすことになって、さらに、看板代とか残債が残ることになるけど、もうそれは私がもう払っていくしかないんで、まあそれでも数十万円 まあ、30万円いかないぐらいの金額ですから、それはもう最近の寄付金と、それからこれからの寄付金でちょっと払っていくしかないですね。で、
並行してね、私がもう営利企業としてマチカフェ TV もう動いてますので、もう細かいことは言いませんけど、そこで入ってきた収入をこれまでのマイナス分に当てていくと、借金返済に当てていくということで、まあ、少しずつ急ぐ方がね、1人2人もう1人、まあ、3人の方に返済を始めて、まあ、1月1万円2万円2万円、ね、で5万円というような感じから始めてですね、なるべく早く返したいと思います。まあ、私も器用に動くタイプなので、まあ、全勢力を挙げて営業に動くというところですから、まあ、頑張りたいと思います。結構何でもできますんでね。で、今こうやって毎日ちょっと夜で歩いてるのも、大阪で、市場調査、まあ、飲食店関係の お付き合いのね、流れで動いてますので、まあ、そんな、一般の、その営業の中身についてはもう全く説明もなしでどんどん行きますからね、よろしくお願いします。まあ、とにかく、営利企業モードになったと、稼ぎますよ、払いますよということですね。はい。で、マチカフェ TV は合間にやはり時事問題とか、やはり高知白バイ事件、陸山火炎罪事件を解決するというね、そういう冤罪事件解決の方向でね、動いていきます。まあ、そういう流れとしてはこれまで説明してきた通りですのでね、よろしくお願いします。あ、野の花さん、いつもありがとうございます。皆さん、いつもありがとうございます。まあ、それからやっぱり妨害者裁判についてはしっかりやっていかなきゃいけないしね、いろいろ裁判の書類を書いたりとかいうのも含めて、ようやく昨日仮住まいに、大阪の仮住まいにですね、電子レンジが入ってて、鍋とか、高知の自宅からね、鍋とか、皿とかも送ってもらって、ようやく、まあ、まだ片付いてはないけど物が揃ってきたと。今まで部屋だけで何にもなかった、布団はあったけど、着替えと布団だけ持ち込んできてね、まあ、鍋とか皿とかそんなものも、電子レンジとか冷蔵庫とかそんなものも揃って、まあ、ようやく、生活をして腰を据えてやれるということですね。まあ、マチカフェ TV は、まあ、こういう形で、新しい、ね、展開でやっていきますので、まあ、今まで本当に苦しいところをなんとか活動を続けてきたのでね、まあ、営利企業として活動するのは、まあ、私は営業の仕事もやってたし、そういう意味では人との付き合いは苦にしないんで、頑張ってやっていきたいと思います。
しあれですね、あの時事問題に目をやると本当におかしな国ですね。安倍内閣があのアメリカ議会でね、安倍総理大臣が、演説をした、まあ、それに合わせるように、日本のね、防衛外交について、アメリカを中心とするね、空爆融資国などに本当に加担をして、人道支援だ人道支援だと言いながら、実はもうあの武力行為でね、一緒に集団的自衛権の行使をして、入り込んでいこうと、まあ、誰が見てもISIL などに敵対するアメリカ主導の空爆融資国連合に、武力的参加してますよね。武力参加してますよね。まあそんなところが本当に、なんでこの弁護士会というかね、放送会、知識人たちもね、あの安倍内閣の存在そのものが違憲状態ですよね。はい、あの一内閣がですね、憲法を逸脱した行政裁量でもって、集団的自衛権の行使というものに大きくこう踏み出している、まあ、踏み外れている。たとえ内閣の決定といえども、ですね、違憲な行政行為はできない、行政決定はできない、この当たり前のことなんだけど、それをなんかこういわば文句言うだけで、私も今文句言ってるわけですけど、まあ大きな集会やろうが何しようが、結局文句言って抗議するだけでとどまっている。まあ並行して考えてるんでしょうけど、もっとこう的確にですね、行政裁判を起こして安倍内閣の行動を的確に止めなきゃダメですよね。なんかこうまどろっかしい。原発訴訟なんかについても、まあ頑張っていらっしゃる人たちはね、普段の努力をしてるんですけど、やっぱり国民からすると非常にまどろっこしい感はありますよね。まあ自分の力不足を棚に上げて何言っとるんだということになりますけどもね。はい、じゃあ、ちょっと電車で移動してからまた営業調査市場調査ですね、続けます。まあ今ユーチューバーになるんですかということなんですけど、まあマチカフェ TV のコンテンツを直接営業材料にするっていうようなことではなくてですね、私この藤島の営業力を売っていくっていうことですよね。まあ人との付き合いの中で私を生かして、私ができることが取引の中で、いろんな商取引、営利活動の中で、私という存在が、まあ私を利用できる人といいますかね、私が動くことで利益を得る人たちのために協力をして、で私もマチカフェ TV、まあ、こういう動画配信もしますけども、それはそういう営業活動についての動画配信はしませんから、まあ、この動画の配信は今までと同じように政治的なこと、そして、まあ、お料理であるとか、ついのみであるとか、そういうことはやりますけどもね、もう個別の営業活動の中身については配信はしませんので、まあ、それはまあご理解いただいて、要はきちんと儲けを出して、マチカフェ TV を、会社組織にする、まあ、あるいはこのマチカフェ TV ごと、スポンサーをつける、まあ、買い取ってもらうというとちょっと語弊があるけどもね、まあ、マチカフェ TV にスポンサーをつけていくということですよね。
このマチカメ TV やっていくことに対して、お金を出してくれるところを見つけていくということですね。まあでもこの集団的自衛権の行使の問題をどうもこの国はうまくなぜこう法的に対処できないのかなとちょっと不思議でしょうがないんですけどもね、内閣が違憲状態なわけですよね。内閣であっても憲法違反してはいけないということですね。じゃあまた明日です。